嵐は2020年末に活動休止しました。昨年の NHK 紅白歌合戦では、桜井翔さんと松本潤さんが共演しました。大野智さんだけが芸能界から姿を消していて、引退説が浮上しています。相葉雅紀さんはグループの未来について考えており、ファンクラブは存続しています。年会費は4000円で、会員数は300万人と言われています。活動休止中でもファンから240億円を集めています。芸能記者による情報によれば、沖縄の離島に1200坪の土地で建築家が手掛けるリゾートホテルの建設が進行中。セシュは大野が16年4月に設立したレジャー会社で、ホテルは1月下旬に竣工予定で、2月には開業予定。大野智さんは複数の会社でビジネスパートナーと共に事業を展開し、活動再開は絶望的になるかもしれない。ジャニーズ事務所に所属するタレントは通常、副業が禁止されています。しかし、大野智さんは活動休止中であっても、副業に力を入れています。去年10月末、信頼していた副社長の滝沢秀明氏が、藤島ジュリー景子社長との対立で退所。大野さんは芸能界への復帰意欲がないとされています。副業としてリゾートホテルを開業すると、ジャニーズも見過ごすことができなくなる可能性が高いです。大野智さんがグループを脱退し、芸能界から引退することで、嵐の解散につながる可能性もあります。2023年になると、大野智さんが芸能界から正式に引退するという情報が入ってきました。ジャニーズ事務所に尽くしてきた滝沢秀明さんの退社が、大野智さんの決断に大きな影響を与えているのは間違いなさそうです。大野は、同世代で切磋琢磨してきた中の滝沢氏を尊敬していた。そんな滝沢氏が、理由も告げずに会社を去ったことにショックを受けたようです。ジャニーズ事務所への不信感もさらに強まり、もう芸能界に戻るのは無理だと決断したのではないか。ジャニーズ事務所の経営陣として活躍していたわけで、年内は下手に動けないようですね。ただ、年明けからはそうした問題も徐々にクリアになってくるでしょうから、芸能活動を再開したり、自ら事務所を立ち上げて、やめジャニーの受け皿を作ることも可能になってくるはず。大野の引退発表とタイミングを合わせてくるかもしれません。同記者、そして、大野智さんの引退とともに嵐の解散が現実味を増していると言います。その兆候は、各メンバーの活動からも見え隠れしています。二宮和也は、初となるカバーアルバム、二宮と虎と、を6月17日に発売する。このアルバムに関して、一部の、嵐、ファンから、裏切りという声が SNS などで発信されているのです。というのも、桜井翔が過去にインタビューで、5人揃わないと歌ったり踊ったりすることは難しいと発言していたからです。ジャニーズショップオンラインストアで、嵐、ファンクラブ会員限定で購入可能。一般での発売や配信も視野に入れている。松本潤さんが NHK 大河ドラマ、どうする家康の主演のオファーを受けたのも、嵐の解散に向けた動きから。撮影は今夏からスタートし、脚本家、古沢亮太氏が描くこともあり期待が高い。嵐の解散が決まっているからこそ、ジャニーズ事務所も松本の大河挑戦を進めた。嵐の復活は難しいようで、多くのファンが望んでいるが叶うことはないようだ。2023年も驚きの発表が相次ぐかもしれません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それでは、また。これまで以上に主体的に行動したい。嵐が新会社立ち上げを発表し、メンバーは5人の連名でこんなコメントを発表して話題だ。1999年にデビューし、この2024年は25周年の年に当たります。メンバーも全員40体を迎えました。これまで以上に主体性を持ち、これまで以上に主体的に判断をし、これまで以上に主体的に行動したい。20年末をもってグループとしての活動を休止した際、
次は25周年だね、とメンバーは内々に約束したと言われている。その暁には再集結し、アニバーサリーコンサートなどで盛り上がろう。そうした展望はファンも共有していて、今回の新会社設立発表を待ちに待った活動再開。コンサート近しと受け止めたようだ。ジャニーズ事務所から社名変更したスマイルアップ社は創業者であるジャニー北川氏による連続児童性加害の被害者補償にあたり、所属タレントはスタートエンターテイメントに移籍。元テレビ朝日法務部長で弁護士の西脇徹タスク氏は、新会社に関する説明が不足していると指摘。嵐という名前の使用権、楽曲の権利などについて明確にすべきだとの意見を述べた。昨年の記者会見で、私はすべての関係会社からも代表取締役を降りますと宣言したが、半年経った現在まで守られてはいない。当時、再発防止特別チームの求めた解体的出直しはどうなったのか。ジャニーズ出身の作家平本敦也氏の見方はこうだ。もともとジャニーズは一族経営の会社で、今はその二代目ジュリーさんが全権を掌握しています。楽曲はもちろん、人気グループの名称も商標としてジュリーさんが持っている。スタート社もタッチしていないとしていますが、福田社長からして雇われ社長ですし、コンサートなどの興行収入もファンクラブ収入も結局はジュリーさんのところへ入っていく。表に出ていないだけで、その仕組みに変わりはなく、影の女帝として君臨している。経過説明も記者会見もないのは、母メリーさんから学んだ帝王学。ジャニーズを出た後に再結成しても、グループ名や音楽の権利を抑えられる可能性がある。フォーリーブスが再結成したのは、ジャニーズがその権利を持っていなかったからだ。以降、ジャニーズは全てのグループの権利を保持するようになった。滝沢秀明氏が独立し、2B を立ち上げた際、嵐の動向にも注目が集まったが、動かなかった。独立後の活動には商標権の許諾が必要であり、楽曲の権利もジュリーやジャニーズが持っているため、動けない可能性がある。19年に行われた20周年記念ツアーでは、50公演で237万人以上の観客を動員。収益は膨大で、事務所に多額の利益をもたらした。ジュリー氏が権利を保持し、25周年ツアーでも収益は彼に還元される。嵐は独立することなく、25周年に向けて動く方針。ファンや社会に対して説明責任を果たす必要がある。嵐が新会社、株式会社嵐設立を発表して一夜明けた11日、弁護士の篠宮隆氏が代表取締役に就任したことが分かった。篠宮氏は番組ディレクターを務めた後、司法試験に合格しエンターテインメント業界の法律実務に取り組み、監督、脚本家、俳優らのエージェンシー CRG を設立。映画、宮本から君へ、制作のスターサンズが、日本芸術文化振興会に助成金不交付決定の取り消しを求めた裁判で弁護団長を務め、最高裁で勝訴後、同社社長に就任した。篠宮氏は、日刊スポーツの取材に応じた。主な一問一答は以下の通り。代表取締役就任の経緯は、篠宮氏彼らから相談を受けた。長いこと、話し合いをした。代表になるとかではなく、彼ら自身がどうするかを聞き、私はどうしたらいいか、私は直接関わるつもりはなく、